ご機嫌いかがですか。新車情報2001の時間でございます。私は、キャスターの三本和彦です。野中美里です。今日話題の中心にする車はホンダライフランク、こちらの車なんですけれども、三本さん、軽自動車の高速道路の最高速度が、去年から時速80キロが100キロに、去年の暮れ頃に100キロになったそうですね。でもうそれはね、前から論議があって、軽自動車だけが速度が遅いのは危険ではないかというので、審議してたようなんですね。で、それが審議してたっていうのは知ってたんですが、はい、いつ施行されて、いつからそうなるのか全然気がつきませんでしたね。で、これは軽自動車というのは四輪だけではなくて二輪も含めて、それから二輪の上の車も、二輪車は時速80キロだったんですが、はい、これも100キロになったと。大してそんなに、ね、びっくりするほど文化的なことでもないんですよ。海外じゃみんなそうなんだから。でも最高速度が時速100キロになったことで、軽自動車の耐久性の方は問題はないんでしょうか。いい疑問ですね。そういう疑問をいつまでも持っててください。今日のご出演の方に伺ってみましょう。はい、では今日はよろしくお願いいたします。ホンダのライフタンクという車です。ライフをベースに、強化したエンジンを乗せたというもので、若者好みにローダウンなんてホンダでは言ってますが、重心位置が低くなったように見える、なんて言いますか、姿形にしてあります。で、タンクなんていう名前で、凄みのある名前をつけまして、何か凄みをつけてやろうと思ったのかどうか知りませんが、このメーターが赤い文字で、メモってあります。数字も赤といいますか朱色で、覆ってあります。この辺の色、朱色で統一されています。真っ暗に、夜だと真っ暗になってしまう中を、インストルメントパネル、この計器板そのものにあんまり大きな、照明を与えないで微弱な光で読み取るのにはこの色はいいんですけれども、どうも今日陰のところを通ってるんですが、この辺りではあんまり 見やすいもんだとは思いませんね。で、まあ軽自動車ももう高速道路で100キロで走るようになったわけですから、パワーが必要だ。でパワーが必要だと同時に流入速度も上げてやらないと危ないわけですから、流入速度を稼いでやろうというようなことから、エンジンはベースのエンジンにターボをつけまして、エンジン出力を強化しています。強化しているといっても、これも、
科学技術ですから、 660cc のエンジンで200馬力出したって構えはしないと思うんですけれども、自主規制で64馬力という交渉値になっています。で、このオートマチックのトランスミッションはどうやら3スピードのオートマチックのようで、ホンダは CVT も持っているんですが、なぜかこの3スピードのオートマチックのトランスミッションを使っています。で、時速100キロで走っている時のエンジン回転は、ややこの道は下っているんですが、それでもエンジン回転は5000回転、回っています。こうなりますと、燃費の上から 660cc のエンジンがどんなケースにでも有利だというようなことはもう言えなくなりまして、2500回転で回る 1.3 リッターエンジンの方が、あるいはトルクの上からもオートマチックのトランスミッションとの相性から言ってもいいんじゃないかと思うんですけれども、ホンダはホンダの考え方で3スピードのトランスミッションを選んだ何か理由があるんだろうと思います。これは開発者に聞いてみようと思います。で、車のサイズは軽自動車ですから、まあ狭苦しい感じはやっぱり払拭できません。ただこの車の場合は頭上空間の方向にかなりゆとりを持たせまして、そしてアップライトに座らせることで車の居住空間を広く感じさせるように作られています。比較的たっぷりした足元の空間、それから前後の後席の2ルームといいますが、後席に座った時の膝小僧の空間などはなかなかうまく稼いでいます。なるほど、短距離間のですから、まあ片道100キロぐらいまでの移動の用具としては侮れがたい実力を持ってまして、でこれだけのスペースがあれば、まあちょっとした用事は大抵これで済ませられるというふうに感じます。で、軽自動車には数々の高速効果で、要するに税金だとかその他の諸々の諸掛かりから言って随分優遇されている面がありますので、その優遇措置と相殺すれば、この車は移動手段として、なかなか優れたものだろうと、思います。で、ちっぽけな車で、この車で安全性を保とうとしますと、どうしても足回りの生型な印象が、払拭でききれないものですが、ホンダはその辺はうまく解決をする手段をいろいろ知ってるんですね。このなかなか乗り味よく乗せます。ただホイールのストローク、車輪の上下運動量、まあ前後も多少含まれるんですが、その上下運動量が絶対的に不足していますから、その分は何かもう少しうまい方法を考えてやらないといけないと思うんですが、軽自動車だからいいだろうというようなところもあるのかもしれません。まあとにかく自動車競争の技術では世界で有数の技術を持っているホンダですから、いろいろな手段を知っているだろうと思うんですが、この車にもっと何か新しい、要するにターボ付きのエンジンを乗せて速いよという以外に、何かもっとこう見せ場みたいなものを作ってくれればいいと思うんですが、いかがなもんでしょうね。で、全体的にホンダの車らしい仕上がりになっています。ただよくわからないのは、なんで、3スピードのオートマチックのトランスミッションで、間に合わせたのかということと、ターボの効かせ方その他についてもっと効率のいい、エネルギーがセーブできるような方法を講じなかったのか、これがちょっとわからないところですがね。
燃費と騒音の報告を申し上げますと、燃費の方は運輸省の審査員によりますと10-15というモードで1リッターあたり17キロちょうどというふうに数値が発表になっております。我々が今度は雪のためにあっちこっちへ行けなかったんですが、約350キロ、そのうちの大半を高速道路で、高速道路の制限速度上限いっぱいいっぱいぐらいのスピードで、走りまして、平均の燃費は1リッターあたり13キロでありました。騒音は時速100キロの時にいつも計測するところで、計測いたしまして、音圧は時速100キロの時に70デシベルちょうどぐらいでした。従来の軽自動車の速度の時速制限速度の時速80キロで、やはり計測してみました。それでは68デシベルで、